どうも、うのです。パパです。ゴリです。ナタオです。ヒーくんです。本殿ベンチ。はじめよさあ、ということで、おいさ初めて5人ですね。初めて初めて5人かかるということで。この絵。はい。誰なの何がですかあ、そうじゃん。誰なの何がですか何がですかどうも、うのです。誰過去の動画見てくださいね。はい。はい、よろしくお願いします。まあ、ということで、本日はですね、スタジオカワードに遊びに来ました。イェーイイェーイお邪魔します。お邪魔します。まあ、以前、あの、サントラと、ちょっと前に出した、青と夏、それの、カメラマンと、まあ、あと、音の編集だとか、やってくれたので、ちょっとお邪魔して、カワードにも登場してもらって、トークをしていくという。コラボと、コラボと、ちょっとコラボだね、もう、ね。で、飲みながら今日はね。あ、そうだね。ちょっと打ち上げだ。打ち上げだ。そうだね。裏話が。そうだね。裏話たくさんしていきましょうね。愚痴がいっぱい出ると思う。ね。まあ、出るでしょうね。まあ、出るね。じゃあ、やっていきましょう。はい。本日も、どうぞ !DJ カワードでーす。イェーイ、イェーイ、カワードありがとうございます。どうですか、意気込みは。意気込みとかはないですよ、そんな。初めてなんでよろしく。目をこの声自己紹介。じゃあまあとりあえずじゃあ乾杯しましょうかね。はい。青と夏お疲れ様ということで、はい、おつかますということで。おつかます。はい、じゃあ乾杯。乾杯。おつかます。いやおつかます。おお。うまい。まあ、青と夏、撮影してもらい、はい、いや、本当ありがとうございます。いや、本当に。しっかりね、2日間かけて、付きっきりで、めっちゃ暑かったでしょ。暑い中。あの猛暑の中、あの重いカメラ持ってね。重いし、しかも、こう撮ってほしいとかさ、やっぱダンスチームとか特に、要求をね。要求を、わがまま言っちゃってたから。直太郎的に、その自分が構想してたやつと、もうほぼ、ぴったり。いや、いい。最初に。めちゃめちゃいい。ああ、そうですね。よかった。うちがやりたいって、まあ、最初言い出して、その時にはもうすでにこういう絵がいいなとか、あ、ここがダンスで、ここが歌の絵でとか、全部もうめっちゃ妄想してたから、はいはいはい、はい。それがなんか、ね、実現したというか、めちゃめちゃ良かった。最初、あの、歌詞、色割り振って、はいはい、直太郎から送ってきてもらって、送ってもらって、その横にこういう風に撮りたいっていうあれもすごいよね、もう撮影の前にもうね決まってたよ、感動したちょっと俺行ってくるわまあだからそうね、いろいろわがまま言っちゃってたから、カワード的には本当どうでした、なんか編集しててもう多分あの俺とヒー君とゴリのあの歌声は多分もう当分聞かなくていいと思うの声はしばらく聞きたくないなって思う、うん、まあサントラから危ない、サントラの時もだってもう言われたもんね、いろいろやるでしょ、だって調整、うん、そう音量から、ね、音程も音程もいじる、やっぱりタイミングとかもタイミングもいじる、そう、すごいよね、あれすごすぎる、すごい、本当助かるよ、あの画面でちょっとなんか削るというか、ね、滑らかにするというか、うん、そしたらこう終わりも綺麗になるみたいな、いや、マジ恵まれてると思ったもん、うん、そうだね、そうだね普通に、うん、チャンネル登録者1000人いってない YouTube でさ、うん、YouTuber でこんなね、そうやってくれるのはすごいありがたい、カワードと私が高校の同級生、うん、まあ、さらにパンパンも同じ高校の1個年下なんだけど、どっちかとパンパンとカワードもなラップ繋がり、仲間と趣味でラップをやってて曲作ってくれるから、そこでよくここ来て撮ってとかやってたんだけど、そのつながりもあってこういう企画をお願いしたいなっていうのをサントラから、中学時代は俺はその野球のチームで、うん、そうか、カワードとカード先輩で、そう、もともと知り合いで、それ知らなかった、そう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 、同級生で言ったけど、うちとカワードはほぼ喋ったことなかったよね、そうか、そう、そうなの、ほぼ面識ない、在学中は陰キャだったんで、太郎は、太郎は、太郎は、そうなの、陰キャの人こんな髪の毛色せんの、カワードは縁談、応援、そう、応援団、あそうでした、応援団、そうだそうだ言ってたね、そんなそう超えてるはずでしょ。めっちゃ、めっちゃ煽ってるやん。喋るなね、実は。今回、カワード的に撮影でなんかちょっと思い出に残っていることもなんかあります、うん、まあ、レコーディングから通して、まあ、ここ印象的だったなとか。うん、コーディングから通して、はい、大変だったゴリの声量、まずはあなんかメーター振り切ってたっすもんね、もうレベルメーターのボリュームのメーターが、はいはい、
大体カズヤとひーくんはちょうど針で言うと12時ぐらいのところにしててちょうどいいぐらい、うんうん、ゴリは8時だいぶ違う、だいぶ違えな、7時で0、マジか、ゴリは8時でした、だいぶ違う、ちょびじゃん、川さんから見てもやっぱまあ2人もうまいんけど、いやいやいや、ゴリはやっぱ一個違う感じ、違うでした、うん、あのうまい人の声の出し方だったし、あ、色付けする必要もなかったから、やっぱ出し方が確かに、いやそう、出し方がなんか腹から出てるというか、やっぱり、うん、まだ今度ね、あのゴリのソロというか、うん、ソロはず、いや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 、ソロでもったいないって、そのカード前言ってたかもしれない、もったいないよね、うん、そのもっとやった方がいい、もっとやった方がいいでしょ、絶対に、うん、ゴリなんかいいよ、いい、ゴリなんかいいあんまいじんなくてすむどうだった、その MV を見ての感想、確かに確かに、出来上がり、ビデオの編集は俺じゃないから、うん、直太郎がね編集してくれたもんね、そこもね迷ったんだよね、迷った迷った、うん、サントラの時は川野がやってくれたけど、今回は直太郎がやってくれたから、ダンスもあるし、どうしようか、そうだね、そうだね、で直太郎にお任せしてる、そうだね、うん、直美がやった方が本殿ベンチの良さ、なんかいいところ、うんうん、本殿ベンチのここを見せたいというところがはっきりビデオに映ってたから、うんうん、だから俺が編集するより良かったかなって思う、あ、なんかそれなりにかっこよくはできるかもしれないけど、うん、本殿ベンチの良さをビデオで出すのは、うん、多分直美の方ができるから、あ、はいはいはい、だから直美が編集して絶対良かった、うん、すごいね、カードわざわざ、そうそれね、大丈夫、電話で本当良かったよってすごいわざわざ連絡をくれたんです、いや男なんよね。お母さん男なんよね。クールみたいな感じやってんじゃん。やってんじゃん。なんで？でも熱いんだよね。熱いんだよ。熱いんだよ。わかるわかる。男なんだよね。ビデオが上がって1時間後ぐらいに見れて、仕事から帰ってきて見て、すぐ電話しなきゃって、2回ぐらいかけたの、出なかったから、ああなるほどね、1回 LINE してすごく良かったよって、はい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 、で折り返しの電話が出れなかったから、もう1回かけた、あ、なるほどね、何回もお互いさ気持ちを言いたいから、はい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 、直接言わなきゃ、嬉しいな、でもありがてえ、ありがたい、熱い熱い、レコーディングの時の話戻っちゃうんだけど、あ、全然いいですよ、レコーディングしてて、うん、あのヘッドホンしてて歌ってるブースとパソコンのブースで距離近いんだけど、うん、ちょっとマイクを通して、うん、耳で、うん、イヤホンで、うんうん、そうだね、声聞こえる、川野さんの、あの指示とかが聞こえるの、はい、うんうん、そうだね、うん、もう一回すいません、ミスっちゃったらもう一回やっていいですかって、あのこの口調でいいよって言われて、そうなんだよね、 ASMR みたいなすごい優しいよね、優しいよ、優しいよね、いいよ、もう寝ちゃいそうな感じの、そうそうそう、めっちゃ優しい声意識してることってなんかあるの、この本殿ベンチを、サントラとなんか、あ、まあ、青と夏、うん、なんか撮影と音の編集をしてくれてて、まあ、意識してるというか、こここう してみようかなとか、工夫だとかがあるのかなと思って、いや、それはだって、あの本殿ベンチがお客さんだから、うん、上から下が、あ、男だわそれになっちゃうでしょ外仕事だと思う、 俺発信じゃなくて、例えば俺がこれやりたいってラチとかに、あの一緒に曲やろうこれやろうって言ったら、多分もっと厳しくやると思う、あ、エクに関しても、あの俺のやりたいように、俺の作りたい楽曲が作れるように厳しく言うかもしれないけど、うん、本殿ベンチのことやるやつに関しては外仕事だと思ってるから、お客さんから発注受けてそれ通りにやろうっていう意識だから、だから優先すべきはみんなの意見、うん、はいはい、みんなを引き立たせられるようっていうのを意識してる、そうなの、そのさ、サウンドクラウドだっけ、サウンドクラウド、サウンドクラウド、はい、でカードがさラジオやってるじゃん
聞いた、俺聞いたんよ、それ。そう、聞いたんよ。ちょっとサントラの話になっちゃうかもしれないんだけど、サントラの音、あの、音をこう流しながら、あの、カードのこう、ラジオ風に撮影の時の話だとか、裏話を喋るみたいな、コーナーみたいなのがあるんだけど、それを聞いて、すげえ俺もう聞いてて、もうめちゃくちゃもう電車の中で聞いちゃったのがちょっとミスだったんだけど、めちゃくちゃ笑いこらえたの。めっちゃおもれえみたいな。で、まあなんか今みたいなことも言ってくれたし、そうそうそう、もう俺の声、あの、もう二度と聞きたくない。もう定番だから。定番で言ってたし。オーディオコメンタリーってやつだね。はい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 。アルバムとか、まあ、EP とかの楽曲を薄くかけながら、俺はこういう感じで作りましたっていうのをラジオ感覚で楽しめるようにっていう。そうなんだ。で、まあ、本田ベンチの曲もその、まあ、アルバムみたいなのの一曲で、サントラか。サントラを入れてくれてた。その時は。うん、そうだよね。ハト夏は、著作権の問題で、あ、そうだよね。オリジナル音源がサウンドクラブに上げれないから、だから俺が作り直したリミックスの方を入れた6曲入りの夏の EP があって、それのオーディオコメンタリーを今度撮るから、おー、楽しみ。その時に、楽しみ。文句言っときます。って言ってみながらちゃんとね褒めてくれる。いや、そう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 、そうだ、男なのよ。面と向かってはあんま言わないけど、ああいうとこでボソッと。で、そのリミックスの話もしたかったんだけど、うん、クソいい、めちゃくちゃ良かったね、マジで。あれもお疲れ様です。メイキングの時ね、多分長出たから、そう、最後にね、メイキングの最後に、ね、ちょっとテンポも下げてでしょ、うんうんうん、あれね、テンポはそのままなの。あ、そうなんだ。あれはドラムを8拍打つところを4拍だけ打って、あ、だそこを変えちゃいけないっていう。だからそう、ドラムの数半分にして、それだけであんなに、ゆったり聞こえる、全然違う。入りから結構ゆったり、なんか夏の終わりっぽい感じになってる、うん、そうだね、切なさだね、そう、切ない感じ、おしゃれで切ない感じ、めちゃくちゃ良かったね。いや、あれもあれだよね。いや、よかった、本当に、もっと言う、もっと言う。このトーンで、これ使って、もっと言う、いつ撮るやん。作ってる音楽がラップ調のやつだから、はい、ちょっとね、怖い人、なんか俺の中よ、ちょっと怖い人なのかなと思ってたのもすごいギャップで、カワードのことがってことね。そう、カワードのことが、あ、なるほど、ちょっとね、あの、勝手なあれで、そうなんだ、ラップを作ってる。偏見っぽいな。そう、すごい偏見なんだけど。でも全然違うし、あったら看護師さん、はいはいはい、看護師さんなのよ、うん、超意外じゃない、なんか、まあ、勝手なあれなんだけど、あ、その辺はめちゃくちゃびっくりして、ホリも怖かった、なんか俺も怖い人かと思ってた。あ、本当。サントラを作ってもらった後にこの界隈の結婚式があって、その二次会でも、はい、もう DJ やってて、で、その時に俺がサントラでお世話になりました、ありがとうございますって言ったんだけど、あの、BJ にも必死だし、うん、みたいな。あ、やっぱ、あ、やっぱ、怖い人。あ、そこでついちゃったんだ。なるほど。うわ、確かにあれは、ゴリに話しかけられて、ありがとうございましたって言うの、おお。今合わせてくる。次の曲の頭の指示してっか。きっとタイミングは悪かったんだろうけど、おおってなって。なるほどね、怖いそうだね。そこで怖い子になっちゃったもん。多分喋んなきゃ伝わんないのは、うん、青と夏はなんだっけ、アーティスト、ミセスミセスグリーンアップルが、あれは公式に使っていいですよっていう音源で出してる、うん、あれは、いわゆるそのマスター音源って言って、音圧が完全に爆上がりしてる、そのあれだけで CD で聴いた時に、あの、声とかが入る隙間がない状態、マスター音源にただ声を乗っけると声が潰れてしまうのね。うん、各ボーカルの声を乗っけるパートのイコライザー、楽曲のイコライザーっていうのをいじって、うん、みんなの声が入る隙間を作って、パートごとに調整が違うってこと？全然違う、声ごとに。だから、マジか、やば。ミセスグリーンアップルは、あのボーカルの人の声が入る隙間になってるんだよね、もともとの。ああ、なるほど。そんなに面倒くさい作業をしたっていうのだけ伝えてる。いや、確かに確かに、うん、それもトータル含めどんぐらいかかってるの？青と夏、ああ作業時間、編曲、最後声の調整、いろいろ全部で、うん、全部で、うん、
考えたくもないね。何日かに分けてやったけど、多分20時間ぐらいで。うわ、やっば。20時間。終わったんじゃないのかな。音程が一番やっぱ違うかるんですか。音程と、あとやっぱ走る、遅れる。あるね。あるから、それの詰め作業を、伸ばし作業を。ちなみに語彙も、一部修正してる、うん、もう持っていたんだのところの棒が半音下がってたから。あ、そう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 、ちょっとよく聞いてもらうとちょっと不自然っぽいよね。まあじゃあ次3段ね、第3段ですか、確か、うん、よろしくお願いします。もうちょっと間が空けたよ。まだあのしばらくない、ここ来たくない。なんかあります？告知とかライターナリーとか、ね、ー宣伝とか、ね、ライターナリー、確かに3人組でラップのユニット、そうそう、ライターナリーっていうのがちゃんとクルーとして目標を持ってこう活動をしてる、うん、外のイベントに出たり、そうだね、してるよね、たまに。ミュージックビデオを作って出してみたりとかっていうのをやっているから、うん、アプリミュージックでもね聞けるから、そうかそうそうそう、ぜひ聞いてほしいよね、配信してるんだよね、そう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 、ぜひみんなダウンロードしてみて、その辺も貼っときましょう、なんか、うん、そうだね、概要欄、うんうん、じゃあ本殿ベンチの、チャンネル登録高評価などよろしくお願いします。お願いします。そして、スタジオカードの、まあ、YouTube もやってますので、そうだね、ライターなりの、Apple Music でもダウンロードぜひよろしくお願いします。はい、チェックお願いします。はい、じゃあ DJ 川野でした。じゃあね、ありがとう。ありがとう。ありがとう。またねー。バイバーイ。